こんばんは。こんばんは。大好きシーサイド始まりました。第13期シーサイドイメージガール遠山瑠璃です。そして、本日一緒に番組を進めていただくれるのはごめんなさい。<laughs> <laughs> 第13期シーサイドイメージガールの奥野由依です。<laughs> というわけで、今日はこの二人で楽しくお送りしていきます。はい、よろしくお願いします。はい、本当はもう一人のゆいちゃん、ゆいマールがいるはずだったんですけど。 今日は急遽東京タワー TV の MC に行ってます。そう,そうなんですよね。今日は二人でちょっと寂しいですけど。はい、寂しいです。とても <laughs> お送りしていきます。はいはい。というわけで最近何かありました？最近は、うん、昨日、うん、あの埼玉の川越の方の神社にみんなで行きました。うん、なんか浴衣を夏に一回ぐらい着ておきたいなと思って。うん なんか浴衣着てどこ行けるかなってこういろいろ調べて近場がそこだったんで、そこに行きました。うんうん、なんかたくさん風鈴があって、なんかすごく癒されました。うん え、それはさ、なんか風鈴作ったりとかできるわけではなく,いやではなくてなんかこ、うん、風鈴がたくさんあって、うん、そこに願い事を書いたこう短冊みたいなのをつけられるみたいなえいいね。素敵でしたね素<敵>風も結構強くてこうずっと風鈴が鳴ってるみたいな。うん、でも期間限定で8月末までだったんで、うん、こう結構駆け込みみたいな感じで,できましたすごい綺麗でした。えー いいねいいね<え>いいですね。どっか行きました。そう私はですねあのもう今週かな今週山口県に行ってきたんです。素<敵>地域旅行で初めて山口県行きました。山口で福、うん？そう福。でもなんかもうあの一泊二日だったから <laughs> あんまりそういうそうそう,そうえー、なんかもったいない気がするもうちょっと長く行った方が確かにね。 楽しでも行った日がなんかちょうど天気が悪くてなんか雨が降ったりやんだりしてるって言われて<ー>その日に角島大橋の方に行って、うん、あの海に行く計画をしてたから<ー>え大丈夫かなと思ったんだけど<ー>でもギリギリもう海に入ってちょっと騒ぎ始めてから雷が鳴り始めて。<laughs> <あー> <laughs> ギリギリ,ギリギリセーフかなみたいなでえでも怖いですねそのゴロゴロゴロっていっての海の中ですごい怖くてもうタオルでこうやって<ー>えでもせっかくだからちょっと入りたいみたいな感じで,でへえ結構なんか海もすごい透明で<ー>こんな綺麗なところをけあの日本にあるんだみたいな確かに何かあんまり日本の海ってそんなすごく綺麗っていうイメージないですよねそうそうそう 山口意外と穴場かもしれないですねそうなんかあと萩ってとこも有名なんだんみたいなんだけどもう行く時間がなくて1個しか行けなかったんだけど行ってみたいですなんかそういうのいいですねこうあんま行ったことない県って結構あって私も、うんうん、行ってみたいですなんかいろんなところにせっかく日本たくさんいろんなところがあるからそうぜひおすすめでした、はい、<laughs> おすすめでした <laughs> でしたはい、はい、そんな感じで。<laughs> はい、進めていいいきたいと思います、はいはい、それではここで番組ンフォメーションをゆいいちゃんお願いしますはいこの生放送番組では毎月25日発行のこちらのフリーペッパー「はい、東京シーサイドストーリー」をもとに、はい、私たちシーサイドイメージがあるがお台場や臨海地区のイベントやファッショングルメなどお得な情報をたくさん皆さんにお伝えします。東京シーーーサイドストーリーとは お台場臨海地区の情報を紹介している産経新聞社発行のフリーペーパーでショッピングやグルメ、イベント情報がたくさん載っています湾岸エリアのマップも載っているのでとても便利ですそしてこのフリーペーパーはお台場地区の各施設や臨海線、ゆりかもめの各駅などにも置かれていますお台場に来た際にはぜひお手に取ってみてください、はい、また iPhone アプリお台場エンジョイアプリがリリースされています出ますかね いやこれ間違えちゃったで、ね、<laughs> お台場 enjoy アプリ <laughs> 見えますかね？見えますかね？こちらお台場 enjoy アプリ見えますか？<laughs> これです。はいこちらお台場 enjoy アプリはお台場のショッピングやグルメ情報、さらにはイベント情報を見ることができます。iPhone を持っている方はぜひお台場 enjoy アプリを登録してください。App Store でお台場とアルファベットで検索すると出てきます。そして モダイバーテレビもスマートフォンアプリがリリースされましたこちらも出ますかねダイバーテレビ出しますね <laughs> ありがとうございます,す、ね、じゃーんスタートははい。はい。こちらは iPhone アプリと Android アプリがありますこちらもぜひダウンロードしてくださいどちらも無料のアプリですそして番組内でイベント情報やお店紹介を出しますのでインフォメーションしたい方はぜひお問い合わせください お問い合わせは、アドレスシーサイドアットマークおダイバ TV.jp ドットまでメールでお願いします。はいそれでは、今週のザ総合ニュースです。8月1日から8月31日まで、クリエイターサポートキャンペーンを実施中です。 ラグジュアリー奏法を希望されるクリエイターの方にはフリーレントプラス1か月で計3か月のフリーレントサービス共益費は除きますその,他その他のお台場あそ間違えまましたすみせん <laughs> <laughs> その他の他部屋をご希望の方はザ・双法内で使えるお食事券10万円分と2か月のフリーレントサービスですこちらも共益費は除きますさらに ご来場の皆様にカフェチケットとオリジナルボールペンをプレゼントまたランチチケットもプレゼントしますこちらはご来場1グループにつきお1人1000円,円上限3名様とさせていただきます詳しい内容はお問い合わせくださいお問い合わせ先はザ・双方インフォメーションサロン電話番号が0120 九五七七二二です。ゼロ一二ゼロ九五七二二七。メールはインフォアンダーバーアオミアットマーク双方メンバードットコムインフォアンダーバーアオミアットマーク双方メンバードットコムです最新のキャンペーン情報はザ双方のホームページ http t t コロンスラッシュスラッシュ w w w ドット ザハイフン双方ドットコムスラッシュで、ご確認ください。それでは、シーシーサイド地域のイベントやお得情報の紹介です。こちらの来週月曜日発行になります。最新の九月号から紹介していきます。はい。これいいですね。この表紙。ね、面白いね。そう、みお、ね。なんか素敵。そう、みおと亀ちゃんでやったんだよって聞いて。ね <laughs>、なんか、なんかね。 かぶって打ったとかでだからえ何したのとか言ってたんだけどこんな感じだったんだね素敵に撮れてる写真可愛いカメがすごい楽しそううんはいこの中から紹介していきますでは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 どうしようかゆいちゃんじゃあ私からゆいちゃんからお願いしようかなじゃあえっと九月号の十四ページはいよいしょ 14ページのホテルグランパシフィックのところなんですけど、うん、こちらのここ、ブッフェ、フェこのベイサイドランチブッフェ9月1日から9月30日までやってるみたいなんですけど、うん、もうすごく美味しそうで。カニね カニなんかブッフででカニってすすすごごくなないですかい。か、う、かん、んかこう説明のとこを読むと「季節のメニューを月替わりで楽しめるランチブッフェ」うん「9月は身がぎっしりと詰まったタラバガニを豪快に焼き上げたタラバガニのグリルや、うん、イタリア産生ハムをオーンンキッチンで、オープンキッチンでシェフがお切り分けいたします」とか書いてあって。 もう最高だなと思ってい、うん、食欲の秋そうでも私はタラバガニが気になるおいし,しそうで<敵>なんかもう見た写真を見ただけでもちょっともうお腹が空いちゃうぐらいで9月ってでもちょっとカニ早い気もしないでもないんですけど,どでも食欲の秋だから<能>ぜひぜひ行ってみてください提供時間が11時30分から15時で14時30分が最終入店となってます はいということです。はい。いいな行きたい。いいね。ちょっと高いんですけど、料金お一人様平日470円、土日祝日が4890円って書いてあって、まあちょっとお子様とかだと少し安くなるみたいなんですけど、うん、ちょっと高いんですけどでも行きたいです。そうだね。いいね。美味しそう。カニ食べれるならいいかな。<laughs> そうだね確かに。<う>はいありがとうございます。私はそのお隣のホテル日光東京。 のバーベキュー、どれ、一番上。あ、これか。そう、気になったんで。テブラで手ぶらでバーベキューです。このレインボーブリッジを目の前に、炭火で焼くこだわりのお肉、魚介。旬の野菜は格別ですということで。おいしそう。はい。あのシェフがお客様の目の前で焼き上げる。おすすめ食材。へえ<ー>。すごい。ってあれですか、こう自分で焼く形式じゃなくって、焼いてもらって食べるんですかね。うん、手ぶらでオッケーで、何でも持っていかないで。 焼いてくれるということですかね。ね素敵ー。十、うん、月三十一日金曜日までやってます。これランチもディナーもやってるんですね。うん、そう。でも、そうなね、ちょ、ちょっとお高めかな。ランチは十二時から十五時で。一名様四千円。うん <laughs> うん。土日祝日は四千五百円です。で、ディナーは十五時三十分から二十一時までで。一名様五千五百円ですね。土日祝日は六千円。 うんうん、飲み放題やオプションメニューもあるそうなのでぜひ行ってみてくださいということで行ってみたいです、ね、美味しそうね食べ物特集だねなんか今月号結構食べ物が多くなっててさすが食欲の秋だななんて、ね、お台場美味しいとこ多いからな,、うん、いいなあ私じゃあもう一つ、えー、何にしよっかな,なんか結構いろいろあって食べ物が本当多かったんでねえ 全部言いたいぐらいなんですけどじゃあ11ページ「ダイバーシティ東京プラザ」のイベントで、はいうん、この1 8ルの実物大の迫力を真下から見上げるウォークスルー開催中って書いてるんですけど、はい、期間が9月15日までで場所はダイバーシティの2階フェスティバル広場9月15日まで全高1 8ルの実物大ガンダム立像をより間近で見ることができる限定イベント、はい、ウォークスルーを開催。 期間中はなんとガンダムのの両足の間を歩くことができます、うん、通常見ることのできない角度のガンダムをこの機会にぜひ体験くださいということなんですけどなんかすごくないですかこの足と足の間を入れるってなんか逆に今まで入れなかったんだなってびっくりなんですけど本当、うん、かあのー、毎回さ人が多くてそそそそう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 ,そう,そうすごい人気なんだなと思っていたけれどもなんかその足の間をこう歩いてこう下から 見上げるんですよね,ねきっともう多分ファンにはたまらんってやつですよね本当な,、ね、なんかいろいろやってますよね結構このガンダムさんはなんかプロジェクションマッピングもやってるって言ってたしでも、うん、なんかそういう下から見るガンダムってどんなんなんだろうと思って選びました、うんうん、はい行った人ぜひ感想をね教えてくださいそうですね聞きたいですはいはい <laughs> ということで私から v ーナス s f o r t 10ページの「タヒチフェステキス2014」お題は「ヴィーナスフォートということで9月13日土曜日から15日月曜日に「ヴィーナスフォートパレットプラザでメガウェーブもですね開催するということでタヒチを知らない方でもタヒチの優しさを感じていただける本格オンリータヒチイベント。 ダンス・ミュージックパフォーマンスは3日間で60ステージ以上ということですごーいすごいなと思ってなんかいろんなたタヒチってまあなんかなんだろう海っていうイメージがあるけど、うん、そんなになんかみんな知らない感じがするけど、うん、あんまりタヒチって、うん、な,んかなんかハワイとかはすごいイメージつきやすい、うん、タヒチうん、うん みたいなハワイとかグアムみたいな感じなのかなみたいなイメージしかないですでもなんかこんだけ取り上げてるならなんか行ってみたいなっていう気がねえいいですよね大使って何が有名なんだろうみたいなそうそうそうか知らないからこそなんか行って知りたいかもいいですねすぐそこで知れるんですねそうそうそうえ素敵。お台場もこういうイベント多いんで確かにハワイとかもよくやってますもんね ぜひぜひ行ってみてください。私、その下のアクアシティ、はい、お台場ですね。この話題作は、最新技術の音と映像で満喫お台場シネマメディアージュ。はい、お台場シネマメディアージュは、都内最大級の13シアターで3034席という規模を誇るマルチプレックスシネマ。うん、視界が妨げられないスタジアム形式の座席は完全入れ替えせ。 スーパーパプレミアシートプレミアシートのご利用でさらにゆったりとご鑑賞いただけますとして「うん、もルパン三世」とか「ルローニ健診」がこれからどんどん始まるがもう始まってるんですよね、うん、私すごいルパン三世見たくて、うん、なんか結構前からずっと見たい見たいって言ってって、うん、でせっかくだったら。うん ちょっとメディアージュ行きたいなって思ってそうだ、ね、でも映画館ね大きいって聞いたもん、ね、そうね行ったことなくてまだメディアージュにそのアクアシティ時自体には行ったことあるんですけどメディアージュに行ったことがなくて、うん、結構でもみんな映画見てるからそこでいいのかなと思ってちょっと気になりましたうんうん、うん、そうだね私も行ったことがないです <laughs> ぜひ行ってみたい近いしねそう行きたいんですよね,ねよく来るのにね、うん ななかなかその映画を見に来ないからずっと見たかった「ルパン三世」だったんで、うん、ちょっとメディアージュ行ってみようかなとだって同じお値段じゃないですかう、ね、きっと、うん、多分お席によって値段が違うのかもしれないんですけどうん、うん、すごい楽しみです。ぜひ行ったらじゃあ8月30日より「ルパン三世」公開って書いてるんで、うん、9月の放送までには行、ね、けるようにちょっと段取ってきます。うんはい でではでは私からラストえっとね7ページ7ページそう「お,お台場カフェ特集2014」から「素敵な特集そう、デックス東京ビーチのいか焼きスタンドができたみたいで <laughs> ほんとおいしそうイカいか焼きそうできたばっかりでニューオープンだそうですん<ー>なんかいか焼きという日本の食文化を大切にし ファストフードの気軽さと地域の美味しさをぎゅっと詰め込んだイカ焼きスタンドのイカ焼き。もちもちの生地とふっくら卵、プリプリのイカの風味を召し上がれということで、おい、えー、しそうと思っちゃった。かイカ焼きってすごいねえ。これ丸ごとイカなのかな？なんかこうわかんないから、私もわかんないです。これすごい気になると思って。イカ焼きいいな。ね、美味しそうだよね。 食べたいなんか焼きってあんまりなんか屋台とか以外で見たことなくて確かにお店ではないよねなかなかない気がするしかもこんなおしゃれにねカフェみたいな入りやすい確かに美味しそうなんかいろんな味があるんですかねバジルマヨって書いてるここにはこれも美味しそうえトッピングとかも選べそうですねなんかチーズトッピングおすすめですって書いてあるねへ美味しそう私ここ行ってみたいと思いますのアイランドモール階 結構夜遅くまでやってるんですね9時までって書いてうん11時から9時までですえー、行ってみたいおい、うん、しそうぜひ行ってみてください私も行ってみます <laughs> また感想教えてください <laughs>、はい、私も行ってみますはいします <laughs>、はい、ではその他にもたくさんのイベントが予定されていますので <laughs> シーサイドストーリーを参考,参考にお出かけください ご紹介したイベントの最新情報は各イベント主催,主催者や各施設のホームページ等でご確認ください。ということで、はい。さあ、<お>それでは。急に、ん ここからはイメージガールコーナーでーすイエーイ二人との寂しいですね <laughs> <う>やっぱそうなんか寂しいのちょっと盛り上げなきゃ <laughs>、うん、今日はイメガの常識・非常識ということで、はい、先週もちょっとやりましたが全国にはその地域独特の文化がありますねありますねそれでイメージガールの出身地の違いをいろいろと調べてみたいと思いますはいはい で、今回は二人なんですけど、うんうん、私は山梨県で,で私は大阪ですなんですだからちょっと違う…関西と関東か違うのかなぁ、ね、<ん>違うからちょっとは違うんだろうけど、たくさん違いってあるんですかね、うん、私もあんまりわかんないどうなんだろうなんか自分の県ってあんまりよくわか,かんない、うん、なんか当たり前だと思って生活してるから、結構こっちでもそういうことやってるかもしれないうんうん、うん、そういうことがお多いよね、絶対、うん えうかななんか言葉がいくつか違うっていうのをたくさんこう考える時があるんですけど「あれこれって」みたいな「サブイボ」って言っても伝わらなかったり伝わらないことによって「あこれってうち独特だったんだな」みたいなとかはあるんですけどあとなんだろうな本当にに何かおでんの具材とかこっちに来てはんぺん白い。 うんあれ初めて見てうんないのなんかえなんか最初見たときちょっとキモッと思ってえぇ、ー、だって見たことなくて <laughs> うんなんか白いもん浮いてると思って、うん、なんか友達のお家でおでんを落ちそうになったときにうん,なんか 出てて、きなんかソーーセジとかも入っててててて入入入っっっるるなくてなんかまずその白いのですごい衝撃を受けてなんか白いのたくさん浮いてるみたいな「生き物みたいになってソーセージもあって「えみたいな「なんなのこの人たち」とか思ってすばいそれが衝撃的ででコンビニでも今おでんたくさん置いてるじゃないですかもうはんぺんめっちゃ置いてて置いてあるねなんかもう食べたことまだないんですけど。 なんかこうわだ絵胎の知れない食べ物です私の中では本当にえじゃあさそれはさ食べようとも思わない思わないで、えー、<laughs> なんかもうチャレンジしたくないなんか違う <laughs> 本当になんか怖いあれ、うん、白い,られな,いなんかすごい。 なんかウケるはんぺんはすごい私の中ではすごいびっくりしましたそうなんだから親とかもお母さんとかも全然食べたこととかなくてはんぺんとかやっぱりいたよみたいないた関東のおでんにはいたよみたいなそう浮いてたよってそう浮いてたよって言ってめっちゃ笑ってましたあそうなんだあとなんだろうなまほんと食べ物は結構違いも結構 食べ物も結構違いがあるんかなと思うんですけど、うん、目玉焼きソースとかかける人なんかいるんですけど、うん、こっちはそうだ、ね、なんかこっちの人ってみんな醤油あどうなんだろう？なんか東京の人ってすごい。何でも醤油かけちゃうイメージがあって、うん、私の勝手なイメージなのか、私の周りの人がそんな人ばっかなのかもしれないんですけど、うん、あでもうちの家族は醤油かけてた。なんか何でも醤油かけません。なんとりあえず醤油持ってきてみたいな。 あでも醤油とマヨネーズとかは絶対あの机にあったかもしれないなんかマヨネーズはまだ分かるんですけど、うん、油みたいな,なんかお魚とかも醤油ばってかけちゃうあかけちゃうかもねかそれは私の中ではすごく衝撃的でしたあそうなんだあ,あ<ー>なんかあんまり考えたことなかったかも、うん、<laughs> そうだね、うん、うん、そうですよね何か最後はあいないですねって書いてあるな,ないですないです,本当ないです あと551の豚まんがないことにやっぱ衝撃を受けました。えどういうこと？あの、うん、なんかいいのかなんか関、うん、関西っていうかまあ大阪は、うん、結構駅とか大きい駅とかに関西のその551の豚まんっていうのが置いてあるんですよ。あの豚まんってわかります？うん、え豚まんって肉まんのこと？えそうみたいです。<laughs> あの <laughs> そ,うその五五一っていうところが出してる豚まんがあって、うん、でそれを結構みんななんかこうちょっと都会に出たら買って家に帰ってみんなで食べるみたいなっていうのがあって私もすごい大好きで。うん、でも結構草 匂うんですけど、でもそんな匂いなんて気にしないっていうレベルで買って帰るみたいな恥ずかしさなんてないみたいなでもこっちはまず551がないしそう置いてないから私すごい食べたくなるんですよ1か月に1回ぐらい「551のもたン食べたい」みたいなでも買えないしみたいなでもたまになんかな何とか店みたいなんで百貨店とかに来ててそれを買うんですけどすごい食べたいのにないっていうのは私の中で衝撃でした。 知らないまず豚まんってあれでうんなんだろうなとかいうも思っちゃったもなんか肉まんらしいですね肉まん豚まんですよえ551の豚まんそうなのびっくりびっくりそれはびっくりあとだから CM とかも全然違う気がしますこっちとあっちだとそうだろうね違うと思うなんか見たことない CM がすごい多いしなんか私がよく見てた CM が全く流れなくてなんか昔こんな CM あったよねみたいな話を友達に話しても全然なんか 温度差があって、何、うん、それみたいな。テレビが違うからね、うん、テレビ局。番組とかも全然違うし、うん、お昼やってる番組とかも全然違って、うん、こっちであの何だろうテレビを再放送で見てて、うん、実家に帰るともうやってないから、うん、結局あれはどういう話で終わったんだろうみたいなのはすごいあります。うん、それはねある確かに山梨もそれは一緒かも。うん 山梨って何ですか。何が違うんですか。山梨はね、まずね、こういろいろ自分の中で考えてみたんですよ。うんうん、したらね、なんかね、給食でまずほうとうが出るんですよ。ほうとう？そう。ほうとうって知らない人が多くて。 わかんないゆいちゃん、ほうとう。ほうとうってあれですか、うん、巨峰え、じゃ何言ってんのちょっとやめてー <laughs> やだ、それぶどうでしょほうとうってなんですかほうとうっていうのは、あのうどんみたいな、なんかね、こう平たい、太い麺なんですけど。え、知らないな、ほうとうってどうだったやだ、<laughs> もうやめてよ <laughs> うん、<お>ー果物だと思ってました。<laughs> 違うよ。<laughs> なんかさっきからね、ずっとほうとうがほうとうがって言ってたら、ああブドウの話してるんだもんなね。違うよー、やだーもう。<laughs> え、オードンの平べったいやつ。そう。<ー>平べったくてなんだろうな。でもあの煮込むからすごいドロドロなの。ははで、へ<ー>かぼちゃとか野菜が入ったりするんだけど、もう本当ドロドロなの。で、へ<ー>うちは本当特にドロドロだったから、なんか麺って言っても麺がもう。 こんな短かったりするの家の面が切れちゃってそれが冬になると絶対出てたし、えー、給食絶対出てた。 うん、だからそれはなんか山梨だけって聞いてちょっとびっくりまずほうとうっていうものを今初めて知りました <laughs> <私>よかったじゃあ知ったでしょ、うん、初めて初めて知りましたよかったですけど、うん、よかったええほうとうって食べ物なんですねそういうそうそうそうだから食べ物に関しては<ー>そのほうとうのこととあとは桃とぶどうはあの買ったことないかな絶対家にあるから。 そういうことですか。え、買ってまで食べたことない。え、な家にあるっていうのはないですか。家で栽培してるとか。そう、あの作ってる農家の方が多いのももちろんだし、うちはあのお父さんは農家なんだけど、お母さんはの方は違うから、あの横は畑だけど、うちは作ってないから、もう横の人がくれたりするの。へえ、いいな。もうはいどうぞみたいな感じで、もうピンポンってくれた。へえ、もうてきたみたいなケースごと。 <laughs> もうけ一ケースもう食べられないんじゃないかってぐらいの桃のケースをくれたりするのブドウもそうん、だけどすだからもう今日桃食べるとかあれでもう今日はいいかなみたいなほん、えー、にそんな感じでもう桃とぶどうは買ったことないかな,いいなうんあんまりならないんだよね <laughs> うそほそうだから もうみんなにそれは贅沢って言われるけど、うん、贅沢です、それ絶対そう,そう,そう。あとはね桃も,も,もあの山梨県の人は硬い桃しか食べないですねえ硬い桃って柔らかい桃が美味しいんじゃないですかいやいやいや違うのあの硬いのをカリってなんかりんごみたいにかぶ,かぶりつく人もいるしまあこう適当に切って食べるけど、うん、カリッコリッとかいうぐらいが美味しい。えー 知らないそんな桃じゃない私が知ってる桃と違います <laughs> いやなんかもう熟した桃っていうイメージがあるじゃん、うん、いや熟す前のもうコリコリの桃が一番美味しいへえー、<う>甘くなさそう甘い、えー、うだからそうそれはほんとびっくりされることかなうんうんあとなんだろうなあとはなんかハッピードリンクがありますハッピードリンクって言ってですか幸せになるの、ね違う <laughs> ハッピードリンクって言って自販機なんだけどハッピードリンクっていうの自動販売機の名前がハッピードリンクっていうのがあってハッピードリンクっていうのがあるのね。 でそ,うそれがなんかあの100円とか80円とかでジュース買えるんだけど <laughs> へ安く買えてハッピーみたいな感じってことですかねうんうん、うん、それがハッピードリンクって言うんだけどもう,もうどこにでもあると思ったけど今初めて聞きましたびっくりしちゃったハッピードリンクですはだろうなあ甲府駅,県庁所在地の甲府駅 のお店はあの夜八時ぐらいになると閉まり始めちゃうっていう<え>もう全然人がいてもお店閉まっちゃう閉まっちゃう <laughs> <ー>閉まっ本当早いお店閉まるの早いかも確かになんかそういうイメージあります、うん、なんかそっちの方って、うん、そうそうそう駅駅のお店なのに閉まっちゃう,っていうああそれ困りますねだからもう本当にもう暗い暗い,怖い,怖い全然しかもあれですよね興奮なのにそうそうそう興奮なのに だから<ー>そう大型スーパーとかが最近だけ初めて来てあ、はい、それは空いてるって言っても十時とかまでとかだったりするけど全然違うんだ本当に閉まっちゃうね <laughs> すぐ閉まっちゃう確かに <laughs> みんな帰るの早いんじゃないですか <laughs> うんあんまりなんか外でずっとお酒とか飲まないみたいな感じそうだねなんか基本しかもあの車ないと動けないから本当に電車も使わないし少ないし本数まず少なそうえ何時間に1本とかですかあでもそんなんでもないそ,そこまでひどくはないけどなんかもう本当に鈍行電車とかさ<ー>そういう感じそうだね だからなんか、うん、やっぱ田舎なんだなっていうのを実感しちゃった。 うん <laughs> 大阪はほらすごい都会なイメージがすごい強い,いやイメージだけかもなんかやっぱこっちに来ると、うん、東京ってすごい都会だなって思いますああ東京ねんやっぱ東京ってどこ行っても都会じゃないですかほんとねそれねびっくり、うん、なんかえ丸いってこんな普通の駅にもあるんだみたいなうん確かにんかそれは、うん、やっぱ東京ってすごいなって思いましたそうだねあと多分前回の放送でも言ってたのかもしれないんですけど、うんうん、私一番衝撃だったのはバスバス なんか、うん、バスこっちって、うん、ピッてして先になんかお金払ったりするじゃないですか。あと東京はなんか、うん、一律、うん、なんかどれだけ乗っても180円みたいな感じだっていうのがすごいびっくりして。うんうん バスの乗り方知らなくて、なんかすごいバスの運転者怒られちゃって、なんかお金払ってないよみたいな。払うの先にみたいな。めっちゃ怖いみたいな。なんかその知らないから、普通になんかタッチもせず、ペーって乗って、座ってたら。はい、お嬢ちゃん、お金払ってねみたいな言われて。乗って後で払うんじゃないんですか。みたいなっていうのはありました。衝撃的でした。バスね。バス怖かったもん、乗りたくないと思って。 しかもさバスもさ本当多いからさ<ー>行きたいとこにつけるのかっていう不安があるよね。だからもう絶対乗る前もうどこどこ行きますかって聞くもん。<laughs> に私も行きます行きます行きます不安すぎて、ね、怖い本当にバスは。バスの本数が多すぎる東京はうん全然わかんない。わかんないよね。本当電車も多いし難しい電車も難しい。難しいよねそう。そう考えるとなんか。 確かにうん都会って便利だなあとコンビニもすごい多いし、うん、あとセブンイレブンがすごい多いこっちはああセブンイレブン、ね、全然なかったですもん大阪セブンイレブンあそうなんだほぼローソンみたいなローソンが多いんだ,だ逆にこっちローソンすごい少なくて、うん、えってなりましたえじゃあさあの ないコンビニはないの。なんかあのこっちで見かけるさコンビニでさ、ほぼほぼあります。あ絶対あるんだ。うん。うん、ないんですか？そう山梨ねミニストップない。<laughs> だからなんか例えば CM まずミニストップの CM 流れないかもしれない。ないから流れないじゃないですか。そうなんす <laughs> 流れない。いやこっち来てみるけど。 山梨でね、流れてんの見たことないかもミニストップって確かに、ねうん、そんなに多くあるイメージはないかも、うん、でもね大学神奈川だったからはい、はい、ミニストップすごいあってえー、神奈川多いんだいそうアイス食べなきゃみたいになった美味しいですよねミニストップねだからなんかうちの親とかはミニストップないからもうこっち来たらミニストップのアイスが食べたいとか言ったりするんで、えー、か, <laughs> かに,本当にそうコンビニも結構差があるかもしれない、うん うん、確かに確かに。あと何が違うんだろう何だろうね、置いてあるものとかも違うのかな、うん、コンビニとか。大好きな食べ物。聞きたい食べ物何が好きですかえー、やっぱりフルーツかなああ、うん、私やっぱ粉物がすごい好きかも <laughs> なか。なんで笑うんですかなんで笑うんですか大阪だからなんかすごいお好み焼きとかたこ焼きは週に一回ぐらい食べたくなります。うん <laughs> いややっぱりすごいなと思って大<う>阪だからなんかやっぱ食べたくなるえそれさなんか毎日あのご飯にあったりする毎日ではないか毎日ではないですけど、うん、例えば、まあ、でも1か月に2回ぐらい食卓には出てきて、うん、なんか夜がお好み焼きだったら朝もお好み焼きでみたいなその前日の夜がお好み焼き、うんうん、朝お好み焼き、うん、でお昼お弁当にお好み焼き入ってるみたいな 感じでした私は3食お好み焼きじゃ全然大丈夫です大好きで、うん、おやつもお好み焼き焼いてるから食べときていいよみたいなお母さんに言われて食べる、うん、食べるみたいなすごいあとなんかこうみんなで遊ぶ公園の前とかにたこ焼き屋さんすめっちゃあってたた、うんうん、おやつはたこ,焼きやきたたこ焼き食べてましたしかも安いんですよたこ焼きがうん言ってたね前聞いたことあるそうそう8個100円とか全然あって、うん、だからたこ焼きとかもすごい高いからなんかもったいないなって思いながら 買ったり作ったたりり作す,すごいなんかもう私の中でたこ焼きって聞いたらお祭りのイメージしかないからそんなことないいやーすごいそれはすごい <laughs> そでもさっき喋ってた中で、うんあの「お好み焼きとご飯一緒に絶対食べれない」って言ってたじゃないですか、うん、言ってた言ってたでも私は全然、うん、お好み焼きはおかずだから、うん、おかず <laughs> お好み焼きだけじゃお腹いっぱいになんないから、うん、うそだ <laughs> ご飯とかおにぎりにして一緒に食べる。うんうん

全然だからお好み焼き食べてご飯食べてご飯食べて,食べて一緒になっちゃうじゃん <laughs> 口の中で全然大丈夫です <laughs> 考えられないんすけど <laughs> なんで <laughs> すごい悲鳴が上がったんですねどうしよう <laughs> ーえそうえやだえ <全然 S 1> なんかもうえお好み焼きはお好み焼きだけで食べたいです私はじゃあそれはご飯にならないじゃないですかいやご飯ご飯お全然ご飯だってもうあの 粉でお腹いっぱいになるんなんないです、なんないです。えー、お菓子、お菓子なんかお好み焼きで出てくるときは、うん、だけで出てくるときはおやつみたいな。おやつおやつの時はご飯はつかない。えー、なんかもう、衝撃的。<laughs> 本当に。やばい、光っちゃった。え、でも絶対ご飯と食べますよ、みんな。なんえで焼きそばは 焼きそばは焼きそばだけだよね。ああ、違う。そこからも、まず違います。焼きそばも、やっぱ、お、おにぎりとかで食べますもん。いやー、もう炭水化物のオンパレードなんだけど。<laughs> 本当<に>そう。でも、それがすごい好きです。私は、やっぱり、このものが。 一番です,ね、すごいですね。うん、いやだってさよく考えてみたらさうちでほうとうが出てそれプラスお米のご飯がついてくるみたいな感じだよね。ほうとうはほうとうだけなんですかそうほそうとうだけ<ー>おかずもそんなにないかも。ほうと、ん、うにあのいっぱい野菜が入ってるからほんそれだけでお腹いっぱいになるし「<ー>あ今日ほうとうね」みたいな感じで。 今日うどんねみたいな感じってことですね、うん。もう出過ぎて飽きるぐらいな感じだった。確かにうどんはうどんだけで食べるな。そうそう,そうええー、もうびっくり。なんかすごい。タコせん言ってたね前もね。タコせんめっちゃ好き。いしい。 関東の人が関西のお好み焼き屋行くとびっくりするよね。なんだろう。びっくりするって。ご飯が出てくるからじゃないですか。ご飯がね。それはどこ行っても出てくるの？大体とかみんな頼んでる気がする。なんかそれだけっていうのがまずない。高い<ー>。なんかそういう選択肢がない。あー、そうなんだ。え、なんかすごい。なんか違う国みたい。<laughs> 一緒です。日本ですそうだよね。 びっくりなんかすごい驚きなんですけど私の中でえ 3F って何え知ら,な知らないの ?3F って初めて聞いた何それうそでしょコンビニコンビニだよ知らない何 ?3F って FF ってかっ <laughs> <3 F? S 1> て言うえっ 3F って 3F? なんで説明してみた 3F って 3F ですよね 3F っていうコンビニがあるんですか、うん、ファミマンみたいな感じですかうん普通にコンビニ

えー、あでもそう考えると 3F 山梨にもなかったかもしれない <laughs> 東京だけそうでもほらもう慣れちゃったから <laughs>、うん、あんまり違和感がないけど確かにか私こっっちに来ててまだっていうのに出会ってないです。嘘だ絶対や出会ってるよどこにあるんですか 3F どこだろうそう言われると分かんないけどいっぱいある知らない 3F って絶対私たってない嘘。ん そうだねコンビニってなんでそんなにあれなのかな関西は焼きそばとお好み焼き一緒に食べる食べるうん食べる食べる一緒に食べちゃうだって全く別物じゃんなんか家とかでお好み焼き焼く時にお母さんが焼きそばも焼いてる横でえ何それお祭りみたいなの <laughs> 毎日お祭りじゃん,ん毎日お祭りじゃない、えー、そうなんか家で普通にお好み焼き焼いて、うん、その横でこうやって焼きそば焼いてる ええ、えもうさじゃあさ何家でもプレート大きいなプレートがあってそれを食卓に置いてあのこういうので食べますなんていうんだっけこういうやつヘラみたいなヘラなんだっけあれねあれ食べますちっちゃいやつであ絶対あるんだじゃあ家にありますいやいやいやないですありますうんそこかだもんだってまずその大きいプレートとかも食卓に置かないもん。 どこに置くんですか <laughs> だからまずそういう機会がないんだってばあの<え>絶対ご飯でじゃあはい鉄板焼きとかするときどうするんですか鉄板焼きなんかしないもんやりますよねえ鉄板焼きしないとかあるんですかしないなんか例えばなんか焼肉とかで家で焼肉したいみたいなバーベキューみたいなのをするときはなんかしょうがなくっていうかもう大きいのを、うん もう置いて、窓開けて、なんか外でもっていうのはあるけど、それ以外に普通のご飯でこんな大きいプレート、もうそんな面倒くさいことしない。え、あります。普通に、一か月にだから三回ぐらいは出てきて。 鉄板焼き食べたり、おこねめきもちろん焼いたりみたいなのもあります。焼き肉したりみたいな家で。すごいすごいすごい。それはなんかのあなんかのパーティーみたいなじゃないと絶対打ちはない。本当に特別なこと以外もないね絶対。そうなんですね。まずそんなの出すのになんで出さなきゃいけないのってなっちゃうし。いや全然出してきますお母さん。いやいやいや出さないね。五時ぐらい行くに出してきて温めようってなって温めてみたいな感じで七時ぐらいでご飯食べます。いや。 もうちょっと違うんかなえなんかほんとすごいなんかいっぱいありすぎてびっくりしちゃうえじゃああれだたこ焼き器もないってやつだたこ焼き器はねいやあったかもあ,あ,ったかあったけど使ってない。 ある意味待って家でだってたこ焼きしたことない分かんない分かんないけど見たことあるかもでも大学の時はみんな大学たこパが好きだからあったっていうか買った気がする買ってそうだねやった結構やったかもでもなんかこっちの人ってたこパっていうとなんかいっぱいいろんなもの入れるじゃないですかソージとかチーズとか私も絶対嫌だって なんでその辺のも入れんのみたいなえ、普通にタコ、タコ入れんタコでいいじゃん、みたいなえー、飽きるじゃんいや、飽きない、たこ焼きずっと食べてるやっぱ違うね、元祖だねなんかすぐみんなソーセージとかチーズとかに走るからキムチとかあとね、チョコレートとか入れたりする絶対や絶対やる、絶やるえ甘いの、全然え、たこ焼きじゃないじゃんえー、なんかだからなクレープとか食べてくださいみたいな確かに確かに、確かにそういうの、そういうの、やだいや、不思議だわ なんか多いね、いろいろと。市内にはセブンが多いんだ。まずセブンって言わないしね。セブン入れだし。なんでそこまで言っちゃうんだろう。<laughs> あ多いってことで、<laughs> タクが。いや、なんか多分、なんかイレブンっていう、うん、あの薬局があるんですよ、関西には。うん、なんかそれでちょっとごちゃごちゃになっちゃうから、<ー>セブン入れみたいな。 ででもそそこまで言っっったたなららて思っちゃうよね、そしたら <laughs> 確かいやでもセブン入れなんです、うん、セブン入れ<ー>マクドミスド、うん、そう、マクドっていうよね、うん、マックだもんねでこっちでマックマックって言ってて向こうを帰ってフッとした時にマックって言うと友達めっちゃ怒りますよ、うん、ああ怒る、ね、はい今マックって言ったみたいな<ー>すいませんみたいなこの間友達にえ「セブン行こうよ」って言ったら「はどこそれ?」って言われて「っ!」ってなりました <laughs> やっぱすごい言われますそれはなんかもうそんな人は関西に帰ってこなくていいよみたいな ああやっぱそういうの強いんだなんかやっぱ郷土愛が強いから私がちょっと東京弁を話すとなんかありえないんだけどみたいな東京弁とか言ってるもんねそうそうそう,そういやーほないわみたいなすごい言われます電話とかも切られちゃう,そうえそうなのえすごいそれはすごいやっぱそういう方言はでも多いですよね言葉確かにね方言 そうだね山梨も方言多いから全然通じないのにまずはびっくりしたね私もびっくりしましたなんかここうううなんだろくすぐられた時に私「こしょばい」ってすごい言うんですよ「こしょばいからやめて」みたいな「えもう本当こしょばいから」みたいなそのくすぐってると思ったこしょばいの意味が分かってないから何ってみたってこしょばいから」みたいなくすぐったいっていうのをこしょばいって言うんですけどそういうのもすごいギャップがあって結構大変でした最初。そうだよね そう私も最初大変だったすごいなんかあの山梨の人はあかゆいところをかじったっていうのね<え>あのこう書いたっていうのかなを、うん、かじったっていうからもうそれを何友達に普通に「ねここかじりすぎちゃってこんなに真っ赤になっちゃったさ」みたいなこと言ったら。うん かじっ <laughs> 待って待って待ってそれにどうしたのみたいなこと言われてすごい驚かれても私もそれ言われたらびっくりしますかじったみたいなそうもう時点で 方言って知ら確かに山梨の人絶対そう言うからかじるっていうのが方言って知らない人が多くて確かにそれは多いかもしれない私もなんか「タンスにこれ直しといて」って言ったりすると通じなくて「なんかしまっておいてセーターとかしまっておいて」とかを「セーター直しといてタンスに」みたいな「しまう」みたいな「どこが破れてんの?」みたいなすごい言われて「いやだから直しといて」って言ってるやんみたいな「えみたいな。 そうだねわかんないあタンスにしまうって言うんだな、うん、みたいなことは習いましたいやーすごいだから方言って意外となんか当たり前に使ってるけど、うん、なんか全然こっちの人には通じないんだなって思いますよね、うん、方言ないろいろありますもんねあるあるあるそうだねあと山梨の人差が多い ささなんとかさ、うん、って言うとそう、そあのこっちではなんかだいぶ言わなくなったけどでもあっちに戻るとやっぱり「さ」が出ちゃって<ー>友達と喋ってるとね例えばゆいちゃんと話してて「今日さどこどこ行ってさこうしてさこうだったさ楽しかったさ」<laughs> すごーい全部さなの、さで終わるみたいなところがあって、えー、そうなんだそう、もうもだからもう聞いてると「え待って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 」みたいな。 なんかさあめっちゃあるみたいな沖縄の人じゃないんだからみたいなことをすごい言われた。あさあか、うん、山梨の知り合いってなかなかいない気がしてきた。そうだよねなかなかいないかもしれない。うん、こっち来てもあんまり出会わないから。うん、か静岡の人はすごい多い気がするんですけど、あ<ー>ささあってあんまり言わない。そうそうそうさあってだったさあとか普通に言うからね。うん、なんかすごい沖縄っぽいですね。うん、なんでだろう。なんでなのかわかんないんだけど、ぜ絶対さあつくね。すごい。うん。 方言でも多いなそういうと思うとやっぱり当たり前だと思ってたこと、ね、そうだよね、うん、びっくりだよねほんといろいろと多い気がするな、うん、そうだね、えー、山梨うん、うん、なんか山梨ってすごい富士山を静岡と取り合ってるイメージだよ、ね、<laughs> 確かになんかすごいニュース、うん、なんか世界遺産みたいになるときになんかすごい、うん、山梨のもんだ いや、静岡だーみたいなにってて。やっ,てやってた、やってた。え、結構この人たちすげえなって思いながら見てた思い出はあります。んなんか、そのイメージがすごい強いです。山梨って。そうだね。確かに、それはあるかもしれない。でも、なんか、その静岡側から見る富士山と、山梨側から見る富士山、全然違うらしくて。<ー>静岡には、なんか、ボコっとしたのが。 あるらしいの、へっこみ。そう、でも、山梨は見えないの。それでも言い合いしてたよね。なんか、どっちが綺麗か。確かに、確かに、どっちが綺麗かって言い合いしてた気がする。それも言ってたし。まあ、なんか、両方のものでいいんじゃない。確かに、確かに、だけど半分こ、半分こみたいなね。まあね。そうだね。あと、何が違うんだろうな。いろいろ出てくるね、こう考えると。すごい。何が違うんだろう。 そうだ,、ね、ななんだろうなでもなんか電車とかは全然違いますよねやっぱ山手線がこっちすごいからすっごいいっぱい電車来るみたいなうん、うん、1個乗り遅れてもすぐ来るもん、ね、そう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 だから全然遅刻をしなくなりましたそうだ、ね、確かになんだろうなあとなんか一駅の間隔がすごい短いから歩けるじゃないですか、うん、一駅分とか全然余裕でうん、うん、それはちょっとびっくりでした、うん、普通歩けないから電車使うんじゃないのみたいな、うん そうだよね。うん、確かに、無人駅とかあったりする。ありました、ありました。全然あ,<ー>ある。よね。ないですよ、ね、ちもある。<然>そう、こっちもあるんでね、山梨も。でもね、こう、ああ、待ってみたいにすると、止まってくれる、ね。いや、それはない、それはない、それはない。<laughs> 電車止まってくれるぜ。え、すごい、優しい。<laughs> 乗り遅れたら、止まって、開けてくれるね。それ,しいそれはある。バスみたいになってる。<laughs> それはない。それはあるかも。あとなんだろうな。電車も違うし。うん。なんですかね。そうだな。山<梨>あ、どうそうだな。車。みんな車乗るから。<laughs> 荒い運転が荒かったり。あ,<ー>あとは。なんか運転下手って言われてるらしい。山梨の人。え、なんでだろう。あれじゃないですか。うん、逆に、だから、人が少ないから。うん。あんまり。 気にして走ってないそう、あとはなんか独自のルールがあったりしたりするらしくて、あ,<ー>あとはねなんかそのほらあの高齢になってもうん、うん、あの足がないからあの車、そう乗るの、おじいさんおばあさんでもだからちょっとヨロヨロっ、だからよろよろすごいゆっくりな<ー>もうノロノロ運転も多い確か,確かにそうかも、そうなんか大阪は結構せっかちな人が多いから、うん、結構車間距離とかも詰めて走ってて危ないかもしれないですね逆に。 おじいさんとか多いとでそれびっくりするからも来たらんなんでこんなに遅いのみたいな多分なると思う多分大阪の人たってちょっとイライラしやすい人が多いから多分無理ですね無理だと思うほんとに確かにうんすごいみんなせか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 歩いてるもんなあそうなんだあんまりなんか信号待ちもちゃんとしてない気がするへ<ー>分かんない してんのかな今は、うん、なんか私がいた頃はあんまりみんな信号守ってるイメージなかったです、うん、あそうなんだなんちょっとぐらい待てばいいのになーって私は思ってたんですけど、うん、なんかピャーって言っちゃう,そうなんみんな結構せか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 してたへえあなんか来てますね地下鉄とタクシーの初乗り料金高い気がするこっち 東京高いなんだか720円とか取られるじゃないですか初乗り高いかもなんか580円ぐらいだった気がするんだけどな違うんだもう山梨タク,なタクシー走ってないまず走ってるとこ駅にこう止まってるのしか見たことないかもしんないお迎えのタクシー,ーまず地下鉄とかもないしねああそうなんだなななななない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 い地下鉄ないんですかないない,ない,ないえ何が走ってるんですかえ電車あの、JR、ってことですかそう しかもガタンゴトンガタンゴトンみたいな感じ。こう車両がちょっとしかないやつがガタンゴトンガタンゴトンみたいな。へえー、なんかちょっと悲しくなってきた、うん。本当に本当に。<laughs> ほ<ら>地下鉄ないんだ。飛行機とかもさ空港もなければさ。山梨って空港ないんですか。ないよ何言ってんの。<laughs> ないよないよなんでないんですか。あんなにさでもさ確かに敷地多い。なんかもうん。も畑だらけじゃん,、うん。いらないんですよねきっとだから。えー だったら東京まで出るのかみんな,うんな、うん、農業する人が多いからさ<ー>潰せないんじゃんそれはもう、うん、潰したら桃をもらえなくなっちゃう、うんでもしかもその飛行空港ができたとしても山梨で降りてどうするんだって話して確かに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 いか,な <laughs> かに <laughs> 本かそこかにんか謎になっちゃう確かに確かにでも山梨でもすごい自然の多いいいとこのイメージがありますやっぱりまあね確かにマイナスイオンは放ってる、うん 確かになんかその旅行とかで行きたいなって思う件ではありますうん。そうだね。癒しに求めるな。癒しを求めるならいいかもしれない。温泉もあるし、うん。それはぜひ山梨に来てほしいかなって思いますね。<laughs> やっぱ色々違いありましたね。ありました。ありました。意外とあった。びっくりする。 みんなで話すもっとあるんでしょうああだね。あそれわかるとか。そうそれわかるとかいや違う違うみたいな。すごいいやいやすんだけどね。やっぱ関西と関東は全然違うんでしょうね。V.S. をやりたいここでね戦い。確かに関東勢のが多いんだろうなでも多そうだね確かに。ていうことでなんかすごいいろいろ盛り上がっちゃったけどなんかびっくりしました本当。でもは初めて知れたことも多かったから良かったです本当。良かったかな。うの中ですごい。 来てますよよかったぜひ食べてほしいです食べたいこっちでも食べれるんですかね作るし全然自分でも作るそういう手があったへえすごいな本当。なんでということではい以上イメージガールコーナーでしたはいというわけで番組の終了時間も迫ってきましたので早かったね早かったねそれではここで明日の東京タワー TV の案内をゆいちゃんお願いします 15時からグラビアアイドル川名しおりさんの「ハロー t v 15時半から男性トリオ一役の砂のライブ17時から歌手竹本隆之さんの「ライブインタワー」今回はゲストに柳家一きさんをお迎えしますなんか怖い話をね、うん、してくださるみたいですよ、えー、<laughs> 19時からは国家のカリスマガールえりかさんのライブです公開生放送ですのでぜひ東京タワーへお越しください 観覧は無料ですが大展望台への入場料が必要となりますのでそちらだけご了承くださいはい15時からのあのカーナしおりさんのには私とあのミオがゲストで行きますうん、うん、あ明日ですかはい明日行ってきますお願いしますで、えー、見てくださいよかったらへえ<ー>。はい、15時からのにお二人で行かれるんですねそうなんです <laughs> はいありがとうございます って感じで今日は進んできましたが、二人でどうなるかなって思って、うん、結構少ないし人数が、うんうん、でもこう一時間やれるかなってすごい不安でした。うん不安だったよね。でもなんとかここまでやってきた。うんねしかも盛り上がっちゃったし、そ<う>あの県の話で意外と本当にいろんなところが違うんだなって思いました。うん、本当だね。 なんか私もまだまだ行ったことない県多いから、うん、なんかこのあの海外はすごい行きたくなるけど、なんか国内ってなんか,なんかいつでも行けるイメージがな。かなか行かない。だからなんかもっともう、まあ、大阪も行ったことあるけど、今またさらに行きたくなったかもしれない。ぜひあのお好み焼き屋さんに行ってご飯と一緒にお好み焼き食べたい。そうそれびっくりびっくりしたい。多分行って <laughs> わーとかなってゆいちゃんが行ってたやつだってなるよ絶対。<laughs> いやぜ,ひぜひ行ってくださあのブドウ狩りとかあるし行きたいです <laughs> うんうんうんぜひ行ってみてくださいはい、はい、ありがとうございましたそれでは第13期シーサイドイメージがある遠山瑠璃と奥野ゆいでした皆さん良い週末を来週もお楽しみください